どうも、おはようございます。8月19日、朝6時を過ぎました。相場解説になります。えー、今回もね、FX オリガルヒと速可塾の限定動画、これ共通の動画にしようかと思います。えー、オリガルヒの方にはすでにね、3時頃に動画の方を流してますんで、そちらの方も合わせてご覧いただきたいんですが、今回の動画は、えー、これね、ウィークリー、1週間足を見ていただきながらの放送になりますね。1週間足で、今週は緩やかに 上昇方面に回復するっていうふうに私は申し上げました。えー、先週までね、陰線だったわけですけども、今週は上の方に行くよっていうので、下髭がこういうふうに出てますよね。と同時に下髭がだんだん短くなってきて、実体がチャートを表すようになってきました。で、よりね、テクニカルが働きやすいのは、髭がなるべく出ないことなんですけどもね。<laughs> まあ、髭があったらあったって評価できるんですけども、髭って結局ね、どこで出てるのかってことが、あの、貝足を、 分析しみないとわからないんでちょっとね手間かかるんですよねで勘違いも増えてくるんですよですんで私の希望としてはヒゲは出さないでって感じでございます <laughs> ただ私ねヒゲ扱い結構おかげさまで得意ですんでヒゲが出れば出たでテクニカルそのものではないんですけどもちょっと私なりのヒゲの解釈っていうのがね結構当たりますんであのテクニカルだけを使っていくって言ったんですけどもヒゲに関してはちょっとねヒゲのテクニカル理論ってのは本当にねなんか見つけにくいんですよで私も指導を受けたことがないのとうんやっぱりこう 自分で編み出したものになっちゃいますんで、ヒゲに関してはね、もうこうなったら私がスタンダードになれるぐらい、もっともっとマスターしていきたいと思いますけどもね。まあ、どちらにしても、この週足を見ていくと、トレンドは右肩上がりに回復していったかなってことです。一時期こうやってダーンと下がったわけですけどね。回復していきました。なるべく早い回復でしたね、これはね。だから、一時思ったのが、この,あの上でね、陰線と陽線が並んだでしょで。そっから下がっていったんで、これもありえるなと、ヘッドショルダーもね。 こういうふうに思うわけですよ。だからこの時点でヘッドショルダーを意識する人とヘッドショルダーを意識しないとっているわけですよ。つまりは仮説の一つにヘッドショルダーは高値圏でこの形が出た時は常に意識しろってことなんですよ。はい。じゃあ次行きましょう。デイリーです。はい、デイリーに行きますとカンガルーって言ったのは随分先の前の話ですよね。ほら、デイリーでも完全に右肩上がりがもうね、証明されてますよね。特に今週は、えっと、 レンジを作りながらのトレンド形成でしたね。で、ついに一番上の135円556よりも上の方に行きましたんで、今後の展開としては136円をまずクリアして、再び140円台に迫っていただきたいなっていう願望があります。願望ですよ。でもその願望に寄り添うように今のところどんどんフェーズを変えてきてるわけでしょいいじゃないですか。じゃあ次4時間見ましょうか。 4時間を見ているとどういうことが起きるかっていうとトレンドの発生ですここ、ね、右肩上がりの角度がどんどんついてきましたねだから今度ね急速に垂直に上るようなやつが出てくるように期待してますよねその中でちょっとだけね削除したいのがここですねここはもうあのファンダメンタルの場所だったんでちょっとこうやってね隠しちゃいましょうか まあ隠しても隠さなくてもどちらにしてもこちらを起点にして右肩上がりにきちんと4時間でも回復したことがわかると思います難品と展開してセルにかけたっていうドラマが生まれたのはこの辺でしたよねね、この辺で私難品をやりました皆さんの前でね全損です <laughs> でもその全損も結局その後で取り戻したら プロセスの一つに過ぎないってことですねだからね何かが失敗してもリスクエッジを3040に取っておくことによってそのロスを減らしていくわけなんですよ。でそれを細かく細かくお話したのがこの1週間2週間だったと思いますけどもね。じゃあまずはレンジで割っていくとここのフェーズとここのフェーズとここのフェーズもありましたよね。そして今ここに至るわけですよ。で4つの フェーズを通って123ここでここは4上定は決まってませんけど4ですねで今後の値動きにこれからねあの見ていかなくてはいけませんけども基本的にこうねあのトレンドも書いてるでしょここはちょっと変則的にあのレンジ内オプションでダブルトップからの3度目の突き抜けってことになりましたけども今度はだからこのフェーズ4で そこねは135 556の55でいいと思うんででですすよ天井がどここ決まるかなってことです、えー、多分今ね落ち着いて陰線のような横ばいになってますからもしかしたら135円の849みたいなこんなちっちゃいねレンジになってくるかもしれないんですよ、うん。そうなるとしばらくまたエントリーできる時がないですよねブレーカーを目指すようになりますから、はい。その辺りどういうふうに動いていくのかを今日は見ていくことになります。135 556の55を あえなく割ってしまうのかそれとも天井を決めるために上の方に伸びていくのかとりあえずレンジの幅を早めに探っていきましょう。それが今日のミッションです。じゃあ以上です。